群馬県立藤岡中央高等学校は、群馬県藤岡市にある県立高等学校。群馬県の高校教育再編整備計画により、並行となった藤岡高校と藤岡女子高校に、代わる男女教学の新設校として2005年に設置された。平成19年11月4日に開催された、群馬県高等学校総合文化祭、郷土芸能大会で、初出場ながら、 和大古部、響が優秀賞に輝き、全国大会出場公選公開で、群馬県立高崎高校と共に、平成20年夏の全国高校総合文化祭に出場を果たした。科学部は、群馬ブロックのサッカーオープンリーグにおいて、平成28年に4年連続で優勝し、4年連続の全国大会出場を果たしている。また、 理数科の生徒全員が加入する部活動の会、C ラボは、全国総合文化祭新州、大会自然科学部門にて、シャウティングチキンは、なぜ悲壮な叫び声を上げるのかというテーマで、研究発表を行い、最優秀賞を受賞している。第1期生の現役合格大学は、早稲田大学整形学部、同法学部、東京理科大学理学部などの難関大学をはじめ、 明治大学法学部、法政大学理工学部、中央大学法学部、地元国公立の群馬大学理工学部、高崎経済大学地域政策学部などの合格者を輩出している。2017年12月20日、陸上部所属の3年生男子部員が投敵したハンマーがサッカー部2年生男子部員の頭部に直撃して死亡。 2018年2月15日死亡事故の検証と再発防止策について提言を行う第三者検証委員会が現場の視察及び生徒らは危険性を認識として協議を進めた。ありがとうございます。